三谷の路上土屋街は、日雇い労働者が多く住む街のこと。土屋とは、宿の逆さ言葉であり、旅館業法に基づく簡易宿所が多く立ち並んでいることに起因する。東京の三谷横浜の寿町、大阪の愛林地区が有名である。戦後の高度成長期、日雇いの仕事を圧旋する寄せ場に日雇い労働者が多く集まり、 彼らが寝泊まりする会員宿所が寄せ場の周辺に多く開設されることで土屋街が形成された。いわゆるスラムとは異なり、その地域全体は日雇い労働者の土屋で占めているわけではなく、中山階級の住宅も存在しているのが大きな特徴である。住民構成は肉体労働者の独身男性が多数を占めている点も戦前の日本の貧民靴や、 第三世界のスラムとの違いである。衛生状態の問題があり、仕事帰りの日雇い労働者を狙う強盗や喧嘩なども発生しているが、重犯罪の多発地域ではないことも、海外のスラムとは異なる特徴である。2000年代以降は労働者の高齢化により土屋街は縮小しているが、観光地化や土地開発から免れていたため、昭和の雰囲気が残っていることもあり、 このような地区を散策するものに人気が高まっている。また格安の宿や飲食店が多く、治安も悪くないことから、海外からのバックパッカーにも人気があり、開発の余地が残っているため需要が高まっている、ホテルの建設が予定されるなど、労働者の街から転換しつつある。土屋街では公的なサポートを受けられないものも多いため、救世軍などの事前団体、市民団体による炊き出しや、 投資防止のための夜回りなどの支援が行われている。一方で、日雇い労働者の劣悪な生活環境から、これまでに暴動が幾度も発生している。現在、日本で起きた最後の暴動は、アイリンチックで発生した第24次、西成暴動である。これに関連し、寄せ場解放と称して、審査翼活動家が入り込み、年末の越年闘争を通じて日雇い労働者の、 オルグを図るなどをしている。このため他の地域ではあまり目にすることがない左翼のアジベラや縦貫板が存在しているが、活動家の高齢化により左翼活動は停滞している。中華人民共和国関東省進戦士には、DJI、サムスン電子、大鳥海精密工業などのハイテク企業の製造工場が集積しており、流撃にはこれらに労働者を紹介する。 職業紹介業者が集まる三和人力市場が形成され、周辺には地元の住民が無許可で営業する簡易宿泊所が多数営業している。三和人力市場に集まるのは親が出稼ぎに行き、農村の祖父母に預けられて育った留守児童である。学歴は大学や専門学校を卒業したが、就職難で仕事が決まらない者も,もいるが、 大半は中学を卒業後に仕事を求めてきたものである。学歴や技術がないため専門職につけないものが多いが、2010年代以降の95は、インターネットやスマートフォンを使いこなし、電子部品工場での組み立て作業ならばこなせるが、親世代のような肉体労働を好まず、オンラインゲームやネットギャンブルにのめり込む傾向が強く、 正職員の道があっても気楽で当日に金が入る、日雇いの仕事を求めるという特徴がある。このような若年労働者は、日雇いの仕事を終えると数日間オンラインのゲームや、ギャンブルで散財しまた日雇いの仕事を探すという、自堕落な生活スタイルから、中国のネット上で、1日働いて3日遊ぶという意味の3話大見和と呼ばれている。 周辺の簡易宿泊所は掃除もされず、客を詰め込む安価な宿であっても、三和大庭の需要に応えるため Wi-Fi が設置されているという特徴がある。また周辺には格安のインターネットカフェも多数営業しているため、店内で夜を明かす三和大臣も多く、警察では治安や美観の問題から路上で寝るものを排除するようになったこともあり、 本来は禁止されているシニア営業が半ば公然と行われている。またさんは大宮の身分証を買い取る業者もおり、不正な取引を行う会社に名義が使われるなど犯罪の温床となっている。身分証を売却した者は条件の良い職に就くことができず、ピンハネする業者が紹介する過酷な肉体労働などしか選択肢がなくなる。ロサンゼルス市ダウンタウンの中心部にある。 スキットローアメリカではスキットローと呼ばれる。これは切り出した木材を滑らせて運搬するための枕木が敷き詰められた道をスキットロードと呼び、転じてそこで働く日雇いの肉体労働者や同野外そのものを指す言葉となった。次第に路上生活者や貧困層が多く、 薬物中毒者やマフィアによる犯罪が多発する地区を指す言葉へと変化していった。ロサンゼルス市ダウンタウンの中心部にあるセントラルシティーイースとは通称のスキットローで呼ばれるが、職業紹介施設が集まっているわけではなく、単に治安が悪いためにつけられた通称である。ありがとうございます。